5月13日は母の日。今日は毎日忙しいお母さんにもきっと喜んでもらえるおすすめギフトをご紹介します。それでは週刊みひろナビスタート。週刊夢ひろナビ。今回ご紹介するのは夢タウン広島3階ラフィネ。疲れた体の筋肉やツボを心地よい空間で揉みほぐすリラクゼーションスペース。道具や器具を一切使わない心を込めた施術と楽しい会話、心を込めたおもてなしで癒しの時間を提供してくれるお店。体の疲れが取れないとき、日頃のストレスが溜まっているとき、お買い物で歩き疲れた時やちょっとした待ち時間など、最短15分コースから様々なリラクゼーションメニューが楽しめます。初めての方、男性の方もお気軽に相談してみてくださいね。寺尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすぐ母の日ということで、お母さんへのギフトを探しているんですが、リラクゼーションにギフトってあるんでしょうか？はい、ございます。こちらが1枚で20分のコースを受けることができるギフト券になっております。お好きな枚数だけ お送りすることができるんですよ。なるほど。いつも頑張っているお母さんに癒しの時間をプレゼントできるんですね。はい、そうです。ちなみに1枚からでも受けられるコースってありますか？はい、ございます。ハンドリフレクソロジーというコースがございまして、こちらがお着替えをする必要がございませんので、まあ、ちょっとした空き時間に利用していただくことができます。うーん、泉田さん、よろしかったら受けてみられませんか？わー、嬉しいです。お願いします。はい。手のひらにあるたくさんのツボを刺激することで血行が促進され、疲れやストレスが和らぎます。お買い物の合間にちょっとという時は1枚で20分、もう少しじっくりケアしたい時は2枚使って40分コースにしてみてはいかがですか？あー、気持ちよかった。お疲れ様です。ありがとうございます。ラフィネでは施術後にオリジナルのハーブティーをお出ししております。どうぞ。 ありがとうございます。いただきます。いい香りで落ち着きますね。ありがとうございます。こちらのハーブティー、ビタミン不足とかホルモンバランスの崩れやすい女性にすごくおすすめになっております。このように可愛いパッケージなので、ギフトにもすごくおすすめです。ティーバッグなどで気軽に入れられますし、お母さんも喜んでくれそうですね。はい。ラフィネで施術後に飲める大人気のハーブティーがお家でも楽しめます。チャートを使って6種類の中からそれぞれの悩みや好みに合わせたお茶を選ぶこともできます。ノンカフェインで癖がなく安心してプレゼントできますね。ラフィネでは5月1日より母の日キャンペーンを実施いたします。ぜひご利用ください。夢タウン広島3階ラフィネで皆様のお越しをお待ちしております。